はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の中田です。今回はですね、大人にいらっしゃるのが井戸信俊さん、カンメリベースボール学院の GM 総監督をされてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、カンメリベースボール学院っていうところなんですけれども、はい、説明していただくのはどういうところなんですか？日本野球連盟に所属してまして、はい、野球選手科というコースがあります。その下に高等学校通信科というカテゴリーがありまして、はい、そして中等、小学部がありまして、あとマンツーマンスクールが、はい、個人指導の部門があるという形ですね。まあ、あれですよね、社会人の野球の大会に出られるチームがあるという。そうですね、社会人ですね。本当に、都市対抗だったり、はい、日本選手権だったり、そういう大きな大会に出場、予選から出場させていただいてという形ですね。井戸さん自体は元プロ野球選手なんです。そうですね、オリックスバファローズ。はい、ありがとうございます。大阪の豊中から兵庫の育英高校。そうですね、育英高校ですよね。はい、育英高校から徳山大学。はい、ちょっと地方の飛びましたよね。で、社会人 の住友金属鹿島。そう、最初は和歌山の方に入社させていただいたんですけど、はい、急務というか。あ、そうですね。で、はい、鹿島の方に移籍しまして、はい、で、そこからシカゴホワイトソックスの、ちょっと飛びたいなと思ってアメリカ行かれて。そうですね、はい、はい、ちょっとテロの後ですよ。あ、そうなんですね、はい、なかなか行きにくい時。そうですね、行っちゃいましたね。で、マイナー契約されて。そうですね。で、ワンシーズン過ごさせていただいて、はいはい、そのオフに近鉄に指名いただいて、はい、っていう感じですね。で、近鉄もその2年後に別れると。そうですね、消滅というか。で、オリックス。そうですね、はい、でそこからカンメリベースボール学部、その前身のところから投資されててっていうところですね。そうですね、はい、このベースボール学院をこう作ろうというか、チームをこう預かろうっていう、なんか理由があったんですか？そうですね、前身の形からですね、はい、やっぱり子供たちが残ってる状態なので、はい、それを引き継ぐっていう形で、新たに立ち上げてっていう形で、はい、最初思い一つですね。なんとかしてやりたいと。いや、でもそのね、思いがないとなかなかこう踏み切れないというか。そうですね、もう熱量だけです。でもあれですよね、その熱量がこう、はい、今もう10年ぐらいになってますね。そうですね、もう11年目になって、はいはい、で、さっき説明していただいたんですけど、はい、カテゴリーごとにいろんなチームがあって、ね、社会人をやるチームがあって、はい、で、高等学校通信科っていうのがありまして、はい、そこは本当に高校野球リタイアって言いますか、中退しちゃったを、受け入れて、はい、その選手科と一緒にですね、はい、チーム編成をして社会人の方で戦っていくっていう感じですよね。高校は中退してしまったけれども、はい、その上のカテゴリーにまだ挑戦するこうステージ。そうですね、っていうところです。一度そういうリタイアしたり、はい、いろんなことが起きてやっぱりやめざるを得ない子たちを、はい、やっぱりそこはマイナスではなくて、そこからもう一回戻れるんだよと。なるほど。そこからでもやっぱり道は作れるんだよっていうところをやっぱりやりたかったっていうのはあるので。そうですよね、その学校行ったけど合わないとか、会う頃もそれでいいと思うんですけど、そうですね、どうしてもこう、ね、いろんな問題って馴染めないとか、はい、思ってたのと違ったとか。そうですね。あると思うんですよね。やっぱりいろいろね、ちょっとした喧嘩だったり、はいはい、いろいろあると思うんですよ、はい、子供ですから。そうですね。で、それで、辞めることになったけど、はい、野球は続けたいなって、ね、どっかにはあると思うんでね、はい、野球が過ぎて行ってるわけなんで、はい、そこの受け皿としてっていうところですね。そうですね、社会人野球の方で日本製鉄鹿島の方に、はい、高畑という選手がいるんですけど、はい、彼も高校野球を1年生で辞めてですね、はい、うちの通信の方に入って、野球選手と一緒にやってですね、一昨年侍ジャパンの方に入って。なるほど、
ジャパンにまでなったっていう。アジア大会を出場して。すごいですね。そうですね、4番バッターで出ましたから。まあ高校野球リタイアして、はい、まあ、日本体育大学の方に、はい、進学しまして、そこから自分がいた、はい、住友金属鹿島に、そうですね、はい、行きまして、まあ、現在に至ってるんですけど、まあ、やっぱりでもそういう状態でもそこまで今来てると、そうですよね、いうものは作れてるんで、やっぱりそれを諦めずに、やっぱりいい選手はいいんで、やっぱりそういう選手をまあ自分ももうプロ入らせていただきましたけど、はい、もっと能力高い入るべき人はいっぱいいるんですよ。なるほど、なるほど。でも入らなかったっていうか、そういうチャンスがなかった。そうですね、この子もっと入れるたやんっていう子は多分世の中叩いてると思うんですよ、ね、ああ、なるほどね。やっぱりそういう逸材というか、はい、まあ、辞めてしまってっていう話があると思うんですけど、はい、やっぱそこはやっぱり長くというかですね、うん、続けさせてあげれるような環境プラス、やっぱりそういう道を作ってあげることが大事かなっていうことですね。そうですね、そこでこう、はい、中退したりした子が高校野球の3年間をそこでやって、はい、まあ、それで終わりじゃなくて、 そこからまあ社会人行ったりとか、はい、まあ、独立リーグ行ったりとか、はい、上のカテゴリーでもまたやってっていう、でまだまだまあプロを目指せるわけだ、そこにいてる、もっと続ければ可能性はどんどん高まっていくので、もう諦めちまったらもうそれで終わりですけど、そうですね、はい、まあ、普通だったらね、高校野球部辞めちゃったら、はい、もうそのままドロップアウトみたいな、もうね、そうですね、ああもう人生終わっちゃったみたいな気持ちになると思うんですよね、はい、高校生だったら。まあ、いろいろですね、まあ、野球選手科の方も大学中退してから入ってくる子もいますし、またたまにこう大学卒業してから来る子もいます。当然基本は高校卒業した子がメインなんですけど、はい、まあ、いろんなジャンルといいますか、経営を経てですね、と、うん、いう形でまたそれぞれ活躍していくと、まあ、そうしたら年齢層でいうと結構幅が、まあ、大卒1年目から、はい、まあ、基本的には高卒、はい、で高校と学校通信科もありますので、まあ、幅は結構広い。そうですね。なので逆に言うと、例えば大学卒業した子がいると、その通信の子たちも考えが、はい、いろんな考えを持った中で野球をできるので、そうですよね、まあ、考え方の幅が広がるというか、まあ、言ったらちょっと人生が広がりますよね。そうですよね、はい、こうしかなかったっていうところ で、ね、自分の知ってるこう道筋しかなかったところが、はい、あ、こういうパターンもあるのかっていうので、こう、ね、だいぶ幅が広がりますよ、ね。高校を3年間やった考え方、はい、プラス大学4年間やってた考え方もありますし、大学を途中で辞めてしまった、はい、まあ、いろんな話もできる。そうですね、まあ、そういった形で、まあ、いろんな話をしながら成長できるかなと思いますけどね。まあ、それがね、こう同級生だけだとなかなかそんな話にもならないし、それを経験してる子もいてないので、はい、まあ、それが野球をやってるってい う、 こう一つのつながりの中でいろんなパターンがある、その野球だけでもそんなにパターンがあるんですかっていうところで、はい、またできるっていうところが、まあ、いろんな部分で本当に吸収できしやすいので、まあ、成長は早いかなと思います、ね。本当にそうですよね、こう年上の人の話聞くって、まあ、ね、だいぶ違いますよね、はい。でまあ、パフォーマンスもそうだと思うんですよ、やっぱり、はい、大学卒業した子、例えば高校卒業した子、はい、まあ、大学でもやっぱ中退した子、それぞれの、まあ、年齢に応じて体力差も当然違いますし、そうですね、パフォーマンスも全然違いますし、でそこからやっぱり目で見て入ってくることってやっぱり大きいと思うんで、はい、やっぱその環境の中でやっぱり下の子たちがどん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 育っていくっていうのは、でなおかつ上の子たちがもう社会人行くレベルが、はい、がいればとかいうのは、ね、やっぱり影響力がすごいので、あ、これぐらいになったら、あ、ああいうぐらいのレベルのチームに行けるんだっていうところが目の前であるわけなんで、はい、あともう本当に各企業さんだったり、まあ、今これは交流戦が、はい、まあ、こっちの場合は毎月1回、まあ、オリックスが入ってるさんが入ってるので、すごいですよね、近いうちにまたあるんですけど、はい、やっぱそういうのを実体験できるといいますか、ちょうど山本由伸選手ですね、はい、まあ、1年目の頃はもう毎週うちで先発、対戦で先発してたので、なるほど、もう今やジャパンのね、毎週先発じゃなくて、だからその子たちも卒業した後でも、日本のエースと俺ら戦ってたよなまあそうなりますよね、そうそうそう、プロじゃないけども、まずそんな会話もできますし、やっぱりでも速
早かったよな。まあそうなるもうね、体験しないと分かんないですよ、ね、そうですね、体験がないと、はい、まあでもそういうチャンスもあるっていうことで、そうですね、まあ、これがね普通の高校に行ってて3年間やってても、はい、プロとやることはまあまあないですし、はい、なかなかこう毎月できるっていうのがないですし、 そうですね、でそこでこうアピールする機会も、まあ、チャンスがあるわけですね。でまた企業さんとのオープン戦もしょっちゅうありますし、また大会もありますし、やっぱりアピールできるポイントはすごい高いですね。そうですよね、まあ、実際にこう対戦して力を測れる部分が多々あると思いますし、はい、その辺が一番大きいですね、まあ、先ほどの目から入るっていう、はい、このボールを見てこのレベルまで練習しようっていうのは分かりやすいっていうんですか、ね、